ことね、もう私たちはチェゴです。今日は嫌いなもの3日間生活ちょっとね、本当はねお昼からやろうと思ったんですけど、新居ということで Wi-Fi をまだ設定してなくてWi-Fi 設定にね何時間かかったんですか？3時間です。はい、ということで、ね、夕方になっちゃったんですけど、結果的にはね Wi-Fi ダメだったんですけど、まあ嫌いなもの3日間生活ということで、もう夜になってしまったので夜からやっていきたいと思うんですけど、はい、順番に嫌いなものなんですか？カレーです。トマトです。レーズンです。結構吐きそうなぐらいね、心身に支障がきたすぐらい嫌いなんですけど、まあ、やっていこうと思いまして、レーズン、チェコ、はい、じゃあそれでは一人ずつ食べていきましょう。はい、誰から食べる？トリマ。トリマ最初の一口ちょっと一人ずつ食べていきたいと思います。ちっちゃい。それでは食べていきたいと思います。はい、いただきます。笑顔で笑顔で元気よく。やば、次の人へどうぞ。私はミニトマトです。それでは食べたいと思います。いただきます。噛むのが嫌なの。いくよ。後味やばい。はい、どうぞ。うわー、いっぱいレーズンある。いただきます。で、私たちはもう最後の一口で完食になります。せーの、あー。それでは1日目の夜完食、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで、今の時間は16時なんですけど、お昼ご飯を食べたいと思います。今日も Wi-Fi をやろうと思っていろいろやってたらこんな時間になってしまいました。しかも Wi-Fi は、ま、やっぱりつなげませんでした。それでは今日紹介する商品はこちら、カップヌードルさんのカレー味です。チーズを入れていきたいと思います。わお、わお、うん、カレーの味が薄くなってる。これ完食でいいかな。見て、うん、ごちそうさまでした。はい、どうもこんにちはというかこんばんはなんですけど、今日はオリジナルで作りました。豚肉とブロッコリーのチーズモニモニです。昨日も作ったこのチーズトマトリゾットみたいなやつ、このトマトジュースを飲みます。いただきます。うん、もうチーズのおかげで安定に美味しいですね。私が嫌いなのはミニトマト。ということで2日目のお昼ご飯です。レーズン食感にマーガリンと砂糖を付け加えました。入れていきます。じゃあ最後の一口なんで、ごちそうさまでした。見てください。なんとかこのポタージュに身を任せる。いただきます。トマト感マックス。ん？うわぁ！来た？よいしょ！なんかレーズンに見える。これも残ってるんでこれ食べます。突然どうしても食べてって言われたのでちょっと食べますね。美味しくないですはるかもうこんぐらいこんぐらい食べて、こんぐらい、あ、無理だよ。うん、完食、助けてもらってたの。ということで
さっきからまあ2時間ほどしか経ってないんですけど、夜ご飯を食べていきたいと思います。じゃあ私はスープカレーワンタンです。私はツナ、ブロッコリー、ここにトマトを入れたやつを作りました。レーズンにチーズをパーってやりました。せーの、いただきます。今日ね、実はね、チェゴのアルバムが配信するされる日なんですよ。今日の12時から。だからあと何時間だろうね。待って、チーズで結構消されてるけど、うん、完食。完食しました。はい、ということで本日も夜の6時、今日もまあちょっといろいろとありまして、最終日も頑張って食べていきたいと思います。はい、あ、え、待って、こぼしたかも。いただきます。いただきます。なんか周り美味しそう。あ、でも焼かれ、あ、このパンが美味しいんだ。でかいとこで手を割るんじゃない。初々でもツナにどうにか、ツナに助けられてます。これ食べてみたいと思います。これはポテトサラダとアボカドと残りのこいつらです。え、悪くない、これ出したな。完食。皆さん最後じゃないですか。せーの、すごい。来た。終わった。せーの、ごちそうさまでした。はい、ということでね、3日間嫌いな生活、食べ物生活をしてたんですけど、はい、嫌いな食べ物を食べても可愛くいれないということで結果的には克服はちょっとできるけど、嫌いのままという検証でしたね。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。私たち SNS いろいろやってますので、インスタグラムだったりツイッターやってますので、よかったらフォローの方もお願いします。お願いします。ということで以上、チェゴでした。バイバイ。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画7分になってるんですけど、本当は1食食べるのに40分とかかけて食べてました。それぐらい辛かったです。もうやりたくない。それな。バイバーイ。バイバーイ。